中華人民共和国の最高指導者一覧は中国の政策決定について中華人民共和国の政治構造は憲法に明記されているように中国共産党が国家を領導する。従って中国共産党の最高指導者が国家の最高指導者となる。中国共産党の最高指導者は党則上中国共産党中央委員会総書記であるが 1980年代の東昌平のように党の最高職に立たずに最高指導者となったケースもある。これは党の最高職である主席、総書記と中国共産党の党軍であり、事実上の国軍でもある中国人民解放軍を統帥する中国共産党中央軍事委員会主席を務める人物が分かれていたからである。東昌平は 権力の源泉となる軍の統推権者である党、中央軍事委員会主席の地位を確保し、自身の腹心の配下である雇用法、長子用らを闘争初期に据えることで主導権を掌握した。党小平は、1987年10月の第13回党大会で、党中央委員、中央政治局常務委員を退いたものの党、中央軍事委員会主席の地位は確保し、 さらに第13期党中央委員会第1回全体会議で、党中央政治局の重要決定に関する最終、決定権を承認された。その後、1989年の第2次、天安門事件を受けて開催された第13期後、中前会で、党将平は、党総初期の江沢民に、党中央軍事委員会主席を譲って、 完全引退を宣言し、無意無感のみとなったが、以後も、江沢民の貢献役として1992年に、南巡講和を発表し、改革開放路線を推し進める、要党指導部に迫るなど、最高実力者として振る舞った。同年10月の第14回党大会において、江沢民体制が確立したことにより、東商平から江沢民へ最高指導者としての地位が、移行した。 江沢民は、党総書記、中央軍事委員会主席と共に、1993年に国家元首である中華人民共和国主席に就任、党、国家軍の三権を掌握した。これは、毛沢東が国家主席に在職していた時以来のことである。中国共産党の最高指導者が、党、国家軍の最高職を独占する権力集中体制は、 時代の古今党、次々代の習近平体制にも継承された。太字の人物は、党中央の革新と位置づけられた人物。詳細は、中国共産党中央委員会総書記及び、中国共産党中央軍事委員会主席を参照現在1997年2月19日に、東昇平元軍事委員会主席が成去したことで、存命中の党総書記経験者は、 全員改革開放以降に就任した人物のみとなった。ありがとうございます。